しいいいいい立立場場かから別のののででそシシチュエーションンににに向ききき合ううことととがるるようになると思思まません早速ポイント一つ目に入っていきたいと思います関係を回復させるアイデンティティ この見言葉をじっくり読むと分かります。神様は例えば人間関係を回復できるような,なんか知恵とか賜物とかそういったものを与えたとは書かれてないんですよね。God d えた n t say he gave things like wisdom or gifts to restore relationships. それは私たちのすることとして与えられているんです。つまりこれはこういうことじゃないでしょうか。So、I can say this. クリスチャンの皆さん、so、<you> Christians, あなた方の前に回復すべき関係をたくさん置いておきましたよ。God has given you all these relationships that you get to restore. これを回復させる働きを一緒にしていきましょうねと神様がおっしゃってくれているということです。ものすごい発想の転換がこれ必要ですよね。そもそも私たちは人間関係をうまくやりたいと思っているわけです。 当然相手を傷つけたくないし傷つけられたくないし。どうしたら人間関係をうまくやれるかというなんか自己啓発本とか解説書みたいなことはもう世の中にもう山ほどありますよね。So、many books talking about r e l a t i o n s h i p h o w can you do better in your r e l a t i o n s h i p もしあなた方がこう新しい方法を開発して売り出したら多分ベストセラーになります。 人間関係で何とか失敗しないように私たちはこう,うまくやりたいと思うんですけどちゃんと成り立っているものがこうパカッとなんか分かれてしまわないようにともういつも思うわけですよね。し、uh, uh, しか真真実真理といいううのはそうではそででなんす このようにおいて神と人との関係は壊れていますよね。World, そして人と人との関係もそもそも壊れているんです。To men to men そんなふうに言っていいのかしらとね思う方があるかもしれませんが、エピソード2の14にはこうあります。 キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において、敵意を廃棄された方です。人人、uh, 人ととととのの間間にに壁ががななけけれればば、no、神と人との間に隔たりがなければ イエス様が十字架にかかる必要がなかったんです。To to しかし壁があり隔たりがあったからこそ。十字架にかかられる必要があったんですよね。そもそもこう一つになってない。そも,そもそも全部がバラバラなんだっていうことです。 私たち当たり前のことについてね、感謝しにくいと思うんですけれども、人との関係がうまくいっているということは、普通じゃないです。むしろイレギュラーな。 本当にもう神の憐れみと恵みでしかないということです。So、you having, you having そのように思うなら私たちは日々心からも感謝できますよね。It, it way, full, ねでも逆にもしうまくいってない関係があったとして。 <Broken> relationship. それを思い患っているなら、もうナンセンスかもしれない。You re, you re うまくいってないっていうのが普通だからです。しかし、うまくいってないっていうことが普通だからといって、ほったらかしにしていいわけじゃないですよね。 Because being normal 私たちはそれを回復させるということにめされているからです。そんなことが実際に自分にできると思うでしょうか私たちは関係の回復についてあのきちんと学んだことがないと思います。Maybe we 学んんだだととといいえばその相手に何か嫌な思思をさせてててしままっっったらごめんねね言おうねってそのことだと思います私は2歳の娘がいて、娘にもあのそのように教えているんですけど、これが小学生になってくると、多分生意気言うようになりますよね。 But if she becomes older and elementary school age, she might get more um, rebellious about that. <laughs>

2歳の子供でさえもう自分は悪くない、そう言っても自分はこうしたいなと、かたくなに主張してくる時もありますよ。もう人間とはそういうものですよね。では、イエス様はどうでしょうか 以前の九の六、一人の男の子が私たちのために生まれます。その方にすべての主権が与えられ、その子は素晴らしい助言者、全能の神、永遠の父、平和の君と呼ばれます。Asiah a nine s 9:6、uh,、Jesus is、uh, prophesied in this way: for to us a child is born, to us a son is giving, the government will be,、uh, be on his shoulders, and he will be called wonderful counselor, mighty God. 日本語でね君というので君の名は君じゃないよ国家君主の,この王という意味の君ね。プリンスピースプリンスオ i n キン o ドね、このイエス様、平和の王様であるイエス様が私たちのうちに宿ってくださるので精霊様の力を借りれば私たちも壊れてしまった交わりを回復する働きを行うことができるんです。 Uh, because the Lord of peace, the Prince of peace uh, dwells within us, we can do the work uh, of him through him uh, to restore relationships. And John 14, uh, 1 John 4, 15 says. その,ことはあその方とは精霊すなわちすべてを真理へと導いてくださる霊のことです要はこの方を受け入れることができませんこの方を求めもしなければ認めようともしないからですしかしあなた方はこの方を知っていますあな,あなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです Uh, sorry, the John, uh, John fourteen seventeen says, the Spirit of Truth, the wonder, uh, the world cannot accept him because it neither sees him or knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. In relationship, we need to have uh, this new identity. 実際は人間関係が壊れると私たちの心はもう押し潰されそうになりますよね。

だからこそ私たちの弱いところを強めてくださるイエス様を確信して平和の君であるイエス様のアイデンティティが自分のアイデンティティであるということを確信しましょう。So I want, I, That relationship. そして目の前のか人間関係がもうどれほどもう無理な状況であっても、主にあって回復ができるということをもう信仰で信じましょう。So no、restore, ガラテアン手紙後の22から26に終わります。 In 5, 26, says, ねめちゃくちゃ有名な見言葉ですしかし聖霊が生活を支配してくださるとき私たちのうちに次のような身を結びます愛喜び平安寛容親切善意誠実乳は知性です自分たちが聖霊の力を受けているなら、受けて生きているならすべてにわたってその導きに従おうではありませんかそうすれば互いに妬み合ったりいがみ合うことはないでしょう But the fruit of the Spirit is love, joy, peace for uh, forbearance uh, kindness goodness faithfulness gentleness and self-control against such things there is no law those who belong to Christ Jesus have uh, crucified the flesh with its uh, passions uh, passions and desires since we live by the spirit let us keep in step with the spirit let us, uh, let us not become conceited uh, provoking and envying each other the spirit そういうわけであの信仰によって平和の君であるイエス様がこう共にいてくださるならもう何かお任せして安心というわけにもいきません。ちょっと ハードめかもしれませんがこんな見言葉がありますね愛する皆さん自分には信仰があるといってもそれを行動で表さなかったらどうしてその信仰を実証できるでしょうそのような信仰が人を救うことができるでしょうかえ says what good is it my brothers and sisters if someone claims to have faith but has no deeds can such faith save them 壊れてしまった交わりを回復させる働きに私たちは 出ていかなければなりません。So we we ね、そういうわけで、じゃあ、そのごめんねっていう以外の方法を聖書から学んでいきたいと思います。2、so、つ目のポイント、関係を回復させる鍵は、点々。 The key to restore relationship is blank. First of all, in any situation, in any relation broken relationship, if you face that relationship, start talking with God. ヤブのようの位置からにちょっと途中あの抜粋してますが何が原因であなた方の間に争いや喧嘩が起こっているのでしょうあなた方が欲しがっても得られず自分のものにならないのはあなた方が神に求めていないからではありませんか Uh, among you. They tell, uh, どのようなことで人との関係が壊れてしまうのか本当にさまざまなシチュエーションがありますよね。Mm, ですが、人間関係のこの圧力はほとんどの場合、自分の必要が満たされないというところが原因で始まります。実はこれらのうち、あるものは神によってしか満たされません。 神様しか満たしていない領域を他の人に求めるようになると私たちはもう失望と苦痛に陥ってしまうことになります。

Or if you start praying, God could change their heart. Sometimes when even when you face that situation and that situation is you started, you're just full, your mind is just full of uh, judging the other. でもうそれをもう全部もう相手にもう投げつけたくなる衝動に駆られるわけです。で,でまずは、それももうイエス様に聞いていただきましょう God, him, God, でイエス様は、その、うん、なんか変に。 でもね、そう思うかもしれないけど、そうじゃなくてねとか言って、私たちの話を止めたりとか、ただしたりとかしてこないお方です。And God is not those people who try to correct you, but you know, don't you think you should think this way or like, I don't think you're right or this situation?He's not going to interrupt you, but He will always、うん、listen to you all you need to hear. 相手を責めないでいるということはですねもう神様が共にいてくださらなければ、もう逆に絶対にできないこイコス。と be completely heard, only God, God can only hear you. でもねこうイエス様がもう何もかも聞いてくださノので、私たちはもう気持ちをシめることができます。ス。when you know how He can listen to you. Completely, you can have peace. そして、ね、私たちにはいつも盲点があります。Uh, 自分はもうめちゃくちゃ正しくて、もう相手がもう100%おかしいっていう,もう時にも。イエス様の前で。 小さくなっていくときにあ、その問題に対する責任が自分にもちょっとだけあったかもなっていう思いがもう奇跡的に湧くんです。そして冷静に、なる中でイエス様があの何か私にね教えてくださることもあるんです。 ごめんですんだら警察はいらないっていうのと同じように私が正しいのだとしたらイエス様はいらないってことになっちゃうのでもうそんな立場を取らずにいましょう。And if God is a み言葉にもねばっちり書かれています。ヨハネ手紙1の,1の8から10ですね。もし自分には罪がないと言うなら、それは本当の姿から目をそらしているのであって、真理を受け入れようとしない証拠です。 しかし、もし自らの罪を神に告白するなら、神は真実な方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。潔白だと言い張るなら、自分が嘘つきになるばかりか、神をも嘘つき呼ばわりすることになります。なぜなら、神はすべての人が罪を犯したと、はっきり宣言しておられるからです。 If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us. アーメンですか? Amen. Oh, Amen. <laughs> 二つのものを隔てていた壁を打ち壊し、和解に導くのは十字架です。つまり、人間関係の回復のために、私たち自身の十字架が立たなければならないんです。<laughs> もっとわかりやすく言うなら壊れてしまった交わりを回復する鍵は自分自身の悔い改めだということです。 だからどれだけ自分は悪くないと思えてもそこに十字架が立たない限りもう回復はないということです。Cross, you, no like, no、しかしね、厄介なのはクリスチャン同士で関係が壊れてしまうときです。 Are in that broken relationship. なぜなら相手も悔い改めるということを知っているわけであって私ではなくあなたが悔い改めるべきですという立場に立ちやすいからです 実際、コリント教会の会員たちはもう分裂して争い、もう訴訟にまで発展しまったことを、ね、パウロは投げています。で、uh, uh, um, uh, も、う始めテ知りなス、い。クリスチャン同士の争いを仲裁できる賢い人があなた方の中に誰もいないのですかと。 And Paul is saying, I say to 自分が悪かったと思うことができなかったとしても主の前に小さくなるということを聖霊様とともに歩ませていただきたいと願うばかりです even、ね、though you do not see your fault in that situation we lower, humble o u r s e l v e s before God というのも、悔い改めも私たち自身の力ではもうできないからなんですよね。ローマの2のようにもこうあります。 神がどれだけ認定しておられるかわからないのですかそれともそんなことには気にもかけていないのですか神があなたをばしもせず長い間待ってくださっているのは罪から離れるのに必要な時間を与えるためでした。神の愛はあなたを食いやらために導くためのものです。Or do you show contempt for the riches of his kindness,、uh, forbearance and patience?Not realizing God's kindness is intended to lead you to repentance? 神の愛によって私たちは悔い改めすることができます。そして、聖霊様の力を受ければ、相手の気持ちを理解しようとする心さえ与えられます。

でその中で何人かのお名前が上がってイエス様と共にお一人お一人について祈らせていただいていましたでそのうちの一人はこう前々からこうふとした言動が ちょっと気になる方で。それがちょっとザワザワするというか、ちょっと近づきにくい感じが私の中であったんですね。そこで、イエス様にこのザワザワは何なのか。 なぜその人の言動がこう近づきにくいという形でこう気になってしまうのかというのをあの祈り進めていきました kind of way, あのそうした時にもにその人とはもう全く関係ない。

and i was able to repent that i was uh, triggering these uh, emotions to this person that is totally not related to her and judging that person and I'm able to pray for healing for myself and that person するとね不思議なこ,とにこの相手のお気持ちがこうわかるような気がしてきてそのその方ともう早くお話し,したい、その方のために直接祈らせていただきたいっていうもうユ、モイマナカツテこの情熱ともツト、モアイガ、です。<laughs> and then I started to have、uh, this compassion this person and started to そして、ね、この特別な機会を設けていなかったのにその方ともうじっくりお話しする機会が与えられてそしてあのに乗らせていただけるというそういう situation が来たんです。<laughs> and God gave me this opportunity that I was not even planning、um, but opportunity to pray and talk、uh, for a long time. マタイに3の8こうあります悔いい改めにふさわしい身を結べ私は、ね、その他に悩んでる人間関係は山ほどあるんですけどでもこのケースの場合は何か問題があったわけではありませんでした。 むしろ何もない。言い換えれば、まあ、何もないということは、言い換えればそこに壁があったってことですよね。でも、悔い改めによって、その方と共に歩みたいという思いが与えられて、実際に関係が始まりました。Uh, but through 悔い改めの身をも結ばせてくださるもう神の働きをまさに感じた一件でした。5つの目的の本にはこの関係回復のためのスキルとして

And as, as I was praying, uh, I was able to see uh, how we can do this through the Spirit, uh, all these seven steps uh, within him. And if we do not re rely on God, and, but just trying to do all these seven steps by our own strength, uh, we will see our limits. なぜでしょうか、uh, <why? S 1> 私たちには弱さがあるからです。私たちが自分でやろうとすると、自分がやりたいことをやってしまうからです。Strength, 相手をどう理解するのか、どう話し合うのか、あるいは話し合わないのか。 自分でやろうとするならきっと、イエス様が意図していなかった判断を私たちはしてしまうと思います。Strength, uh, 皆さんはどちらの実を実らせたいでしょうか bear, kind of 肉の実ですか霊の実ですか あるいはキリストの身ですか自分の身ですか <laughs> サタンはいつも同じ手を使ってきます。同じ手を使ってきます。隔てること、壊すこと、盗むこと、そして疑わせることです。 しかしイエス様は近づけるということをしてくださいますだから私たちは人間関係において徹底的にイエス様により頼んでいきましょう、so、なので、えー、この、ね、二つ目のポイント関係を回復させる鍵は点々点のところの答えは悔い改めということでした。 じゃあ最後のポイントです so, <lastly. S 2> 回復の悔い改めは人々の救いのために。 悔い改めとは方向転換をすることですね。Repentance means changing your direction. 私たちがこう問題ではなくイエス様に焦点を当てるなら、それは問題でなく飯だとわかるでしょう。<laughs> If we stop focusing on the situation or stop focusing on the problem and focus on God, you will see how you are called. そして私たちが問題をこう解決することに、焦点を合わせるのではなく、和解することに焦点を合わせるならはなそれはこう問題を見ることではなく、関係を見ることが始まります。そして問題,は問題は問題じゃなく、むしろ 良いきっかけ、チャンスになります。悔い改めこそ私たちの人生に劇的な変化をもたらすものです。これは私たちの人生に劇的な変化を持たせるものです。これは私たちの人生に劇的な変化を持たせるもの十字架だからです。目白これは私たちの人生に劇的な変化を持たせるものます。 すべて私の愛しているものを私は叱ったり、らしめたりする。だから、熱心になって、悔い改めなさい。I love, I so、<laughs> ねイエス様は教えを、述べ始めて言われた時も、こう言いました、悔い改めよ天国は近づいた。Jesus said、uh, when he started his ministry、uh, this: repent, and for the kingdom of heaven has come near. そして弟子たちは出ていて、出会ったすべての人に悔い改めて神に立ち返るようにと教えました。People, say, people, uh, 回復とはリバイバルのことでもあります。日本のリバイバルのためには、教会でまずそれが起きなければなりません。 To, have, to see revival in this nation we need to see repentance in church we need to see repentance in our relationship mm -hmm. repentance our repentance our restored relationship brings the kingdom of

Our repentance and relationship restored. お父さん、神様 <Holy Father. S 2> ね、この今、関係を回復させるという素晴らしいあのシーズンをありがとうございます。Thank you for this to この中にうまくいっていない関係があって、そのことについて思,わずら思い忘っていたという方がいたら、 ぜひあの手を挙げて教えてくださいますか、uh, ありがとうございます手を挙げることできなくてもイエス様ご存知です安心してくださいその方々のために祈ります okay, ねイエス様私たちはうまくいっていない関係にずっと悩んできました Jesus, 時にはもう生きているのがめんどくさくなるほどだったかもしれません。でもまずはその方々、お一人お一人を今日まで歩ませてくださったこと、本当にありがとうございます。あなたは与えあなたは取り去ろか方です。あなたはあは取り下ろかっです。あなたは全てのものが永遠に続くようにと思いますが。 あなたにすべて委ねます。まずはこの関係で思いだうことをやめます。この重荷すます。あなたの十字架に下ろします。そしてあなたがそこに十字架を立あなたてにてくださます。とありがとうございます。あなたにすべてます。あなたててだあます。 悩むことは終わりました。Done, uh, あなたが時にかなって導いてください。You, uh, 本当に不思議な方法で回復するまずタイミングを与えてください。Lord, time, uh, その時が来るまで全部あなたに委ねます。 Until that time comes, I will trust you. Even though it doesn't uh, work right now, uh, Lord, give me to love that person. どれほどネガティブな感情が湧いても、その方のためにお祈りさせていただくその言葉を与えてください。No、emotions, Lord, 私たちの肉が それは嫌だと言っても近づきたいという情熱を与えてください。To, uh, そしてその関係がどれほどボロボロのものであっても、また死に瀕したような状態であっても、あるいはもうそれが死んでいたとしても。Uh, no 死からよみがえらせてくださる神様が、その関係をもよみがえらせてくださることを信仰で信じます。Dead, uh, また、あなたが使わしてくださった隣人を。愛することができなかった。それを許してください。Lord,

そして悔い改めの、実りをもあなたがもた。らしてくださいそれはあなたの計画だからです。それがあなたの愛だからです。イエス様に本当に信頼します。You, まれはたのあいだであない煩でいたの中いで苦しんいでのいて。で In this relationship. そしてその苦しみから救うために、イエス様があなたの代わりにすべてを追われたということを今日初めて知った方、またあるいは今日改めて思い出した方。

あなたがそれらのすべての源であられる神であることを感謝します。You you ね、そしてこの今の季節の中で、えー、もしお一人お一人に、もっと近づくべき人をあなたが送ってくださるなら、to, ね、具体的にその方のために、

愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。みんなで、あめん。では、みんなでこのクリップ、一緒に読みたいと思います。Okay, this, uh, では、日本語から、uh, 元気な声でいきましょう。Loud, loud. せーの、イエス様、私を愛してくれてありがとう。 私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。Yes, 私の手です。And English, Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart and lead my life. Jesus is my Lord.Hallelujah! ありがとうございます。